イメラジオ第2003回、今日は令和2年3月6日金曜日です。時刻は午後6時半、横浜港北、金曜日の夜です。 TGIF ですね。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。6時半、港北、西の丹沢の空はまだぼんやり薄いオレンジの光けれども、夜ですね、街明かりがキラキラしてきました。今日はお昼走りに行きたかったんですけど、新宿でお仕事があって、でその行き帰りお出かけしましたが、まあ空はブルースカイ、綺麗な空でしたね。今日はリスナーの皆さんとこうどうでしたか。もう横浜や東京は春が来たようです。2003回目の夢ラジオ、今回は日本史戦国記末治方取り上げます。末治方さん、これ字読めないですよね。「唐」って読みそうでしょ。これ「末」って読むんですよ。末治方、この夢ラジオでは以前「厳島の戦い」というお話をした時に、厳島の戦いで敗れた武将として治方についてはご紹介しましたが、今回はその末治方にスポットを当ててお話しいたしますね。大英から大英から天文、そして工事、この年代を生きた人ですね。だから西暦で言えば1520年から。で、厳島の戦いが1555年、弘治元年ですから、35歳で亡くなられた武将です。末氏というのは、大内氏の分家で、だから祖先たどれば大内のどこかで一緒になります。ですから毛利氏みたいに大内の中にいながら外様というのではなく、分家筋、つまり重臣なわけですよ。で、今回の末治方も末高房という名前でずっといました。末治方になったのは大内を滅ぼしてからです。最後の5年間ほど、この時に末治方、ただし、その治方が、歴史で本当に有名になるのは、さっきの厳島の戦いで毛利元就に敗れてということで、ですから、治方というのが、普通の呼び名になっています。もともとは末高房なんですね。で、この末高房という名前の高というのは、大内義隆から片意味名をもらっていますね。ですから、やっぱり主君家来の間柄なんです。で、末高房、少年の頃は非常に容貌が美しかったようで、ですから当時戦国期というのは、殿様が女々しい男子を愛するっていうのがよく行われていたんですね。男色というんでしょうか。ですから大内義隆のお相手をしていたようです。大内義隆の愛人が末高房だった、少年の頃ですね。ただし、元服もすると、一人前の大人、あるいは武将として見なされ、で一人前の武将だとさすがに主君のそういうお相手をするようなことはなくなります。
そして大内氏の中では、高房ですね、高房は武断派に属していました。この時の大内氏っていうのはやっぱ大きな勢力を持ってましたから、まあ、武断派、文治派という、なんかそういう派閥ができていた後の豊臣政権を彷彿とさせる、それが大内ですでにあった、この武断と文治の対立はね。で、この高房っていうのはやっぱその武断派、つまり戦うぞ、ね、戦するぞと、武力で攻めていくぞというそっちの派にいて、ですから戦はやめておこうと、外交交渉でやろうとね、で国内の両国経営を充実させることの方が先だというこの文治派とはことごとく対立していました。で、毛利の居城が吉田郡山城でしょう。で、吉田郡山城を尼子が攻めてきた時、その尼子を追い払う、ね、そういう戦があったんですよ。天文の頃、1541ぐらいでしたね、確か。1541ぐらいの、吉田郡山城の戦い。この時は、あるいは大内軍、そしてもちろん毛利の城ですから、毛利軍が尼子を撃退したっていう、その時活躍したのは末高房。この頃、20歳超える超えないの頃ですね。ところが、これで、ちょっと調子に乗って、だと言いましょうか、尼子の居城は月山戸田城ですね、島根県です。月山戸田城に攻めに行こうぜと、高房だけじゃないんだけど、まあ高房が主に主戦論、さっきの吉田郡山城の戦いの後で、一方毛利ですよね。毛利元就はここは慎重にと、月山戸田城はそう簡単に落とせないと、ですから攻めていっちゃダメだという、まあ毛利は別に文治派とは呼ばれないけど、まあ、反対したんですね。今戦いするのは良くないと。けれどこの月山戸田城の戦い、これが1542なわけですね。天文31年ですね。じゃあ天文31年です。で、当主の大内義隆もその高房に引きずられるようにして、戸田城を攻めに行った。しかも毛利も反対はしたけど、家全体として攻めていくぞの場合はそりゃ従わないといけない。ここでこてんぱんにやられるんですね、この第一次合戦戸田城の戦い。これでこてんぱんに大内は尼子に負けて、しかもその大内義隆も撤退と。で、その撤退する時のしんがり、これ危ないんですけどね、撤退する時のしんがりを毛利が、反対してた毛利が命令されて、ですから毛利はこの時も壊滅状態になり、毛利元就も息子の隆元いましたね、毛利隆元ももう自決覚悟したようですよ。最終的には何人もの部下がですね、我こそは元就だと言って、元就なりと、やあやあ王先生をという感じで身代わりになって倒れ、それで元就は方法の手で逃げ帰った、吉田郡山城にね。毛利はこの時踏んだり蹴ったりでした。自ら反対していた戦のしんがりをやらされ、もう毛利軍壊滅と。で、大内軍としてもですね、義隆ですね、大内義隆は撤退する時、宍道湖の方面の道を山口に帰ったと。そして義隆の息子がいたんですけど、晴持だったかな、大内晴持は海から山口に帰るという2つのルートで帰ったんですね。あまりにも大軍だったので、大内がルート2つに分けなきゃダメだと。で、この晴持が海で帰る時にまあ事故で亡くなるという、だから大内義隆としては
嫡男を失ったわけですよ。養子だったんだけど嫡男なんですね、とりあえず。で、この晴れ持ちがまた美形で、だから義高は美形の男が好きでしたから、だからものすごく失意。そしてこのあと大内義高はもう気力なくしたとよく言われますね。で、当時の大内って本当にすごくって、応仁の乱以降京の公家も山口に来てっていうふうに、西の京というふうに言われました。ですからもう、もともと大内義高はその公家教育受けてましたから、もうこの第一次合戦戸田城の戦い、ここでボロ負けしてからはもうなんか公家風になっちゃったんですね。もうそうすると大内の家の中で立場なくなるのはさっきの高房で武断派ですから、一体ここどうなってんだと、大内の魂はどこ行ったんだと、ふぬけの公家になっちゃったのかと、蹴鞠ばっかりしてと、猿楽ばっかり見てと。というわけで、最終的にはこの高房が主君大内義高を自決に追い込むわけですね。で、大内の流れが途絶えました。そして高房は遠い、親戚の男の子を持ってきてね、で、これこそ大内の、新しい大内の嫡流なりと。で、それで大内を再興しようとした。こういうこういう手段取ったのももう義高じゃダメだと、これじゃあ大内はもうふにゃふにゃなってしまうと。で、公家になるにしては1555年の段階っていうのはまだまだ戦国のね時期で、この高房の判断も間違いとは言えない。今ここで戦諦め、ね、武力捨てて、そして公家風になって、今の日本みたいにさ、平和やりますと、ね、諸国民の公正と正義に信頼し、みたいなことやってると、戦国期には途端にやられるわけですね。しかも、やられると分かったから、もう、あらかじめ手を打って、その高房が、もう主君大内義高これダメと。で、よその遠いところから新しい大内の男の子持ってきて、で、けれど、反逆者の汚名はずっとつきましたね、その後、高房に。で、この大内を滅ぼしてから、嫡流をね、で、その時から春方という名前になった、つまり義高の高の偏諱ももう捨てたわけですよ。末、春方。ってことは、末、春方としてはですね、新生大内を何としてでも強い国にしないと、自らが行った主君の誅殺、これを正当化できない。頑張らざるを得ないんですよ。ところが、この頑張らざるを得ない末春方に対して、言うことを聞かない黒人たちが、いっぱいいたわけですね。で、その一つが毛利ですよ。元就もここで立つと。大内にせよ、末にせよ、人から命令されるものはもうたくさんじゃ。今からもう20年以上前の大河ドラマ、90年代の毛利元就ってあって、あれ面白い大河ドラマでしたけど、中村橋之助が元就やってましたね。で、高本と、あと誰でしたっけ、高景と、あと元春ですね。3人の息子呼んで、わしはもう人に命令される、そういう毛利ではありとうない。ここでわしは立つ。父上、我々も従います。というシーン、結構いいシーンがありますよ。この時の毛利は弱小で動かせる兵も4,000、5,000なんですね。で、末としては大内の軍がそっくりそのまま末軍になってますから、2万3万、多ければ3万ですよ。10倍ぐらい。勝てるわけないんだけど、頑張ると。だから末、春方としても、最初は舐めてたとこあったでしょうね。ちょうど5年後の今川義元が
10分の1ぐらいの信長にやられたように、やっぱ10分の1ぐらいの元就に晴賢負けたんですね、厳島の戦いで。これは前回放送いたしました。村上水軍が元就の方へ寄り帰したのが大きかったね、やっぱり。あと暴風雨の中出た、そして陶軍の京をついた。だからこの辺の奇襲は見事は見事です。元就の絶好の、抜群のですね、絶妙のか、絶妙の采配で、この厳島から晴賢は撤退しようとするんですけど、できなくて、ですから結局この晴賢は厳島の戦いで逃げる途中で自決。毛利元就のドラマではこの陶晴賢を陣内孝則が、まだ若かったですね、かっこよかったというか。で、陣内孝則さんって大河ドラマにたまに出てて、結構なんか味のある役をしてるんですよ。で、今回のこの陶晴賢ってあんまり大河ドラマに出てきませんから、っていうかそもそも時代劇に出てこないので、もう陶晴賢といえばもう陣内さんっていう、そんな感じがちょっとしちゃいますね。いい演技でした。だからこの時陶晴賢軍、まあ2.5万人、2万5000人で、毛利元就軍4000人で、陶晴賢は35歳、毛利元就59歳だったら、もう誰が見てももう陶が勝つとね、若い陶が勝つと。でそれを毛利がもうさまざまな調略も使いました。さまざまな調略で、手この手で最後はギュッと締めるとこ締めたと。でここでやっぱり負け戦で終わってしまったということから、陶晴賢汚名を注げず、ね、反逆者としての汚名を注げず、つまりたとえ反逆者であったとしても、後に善政を敷いたとか、後に大内の家を起こしたとかっていうなら、まあともかくこれで大内の嫡流も完全に途絶え、なぜなら大内をもう毛利が完全に乗っ取りましたから。でこの後戦国期に中国地方はというと毛利じゃないですか。尼子も滅ぼしましたからね。夢ラジオ2003回、今回は陶晴賢大内の武将取り上げました。横浜港北も完全に夜だけど、今日夜空綺麗ですね。でさっきから軍用機が割と低空を飛んでますよ。厚木基地に降りる飛行機かもしれませんね。金曜日の夜始まりました。